ジオでございます。チェリーオーディオポリモードシンセサイザー、これはもうね、このスライダーのとかで、ね、これ色で分かるように、これはねモーグのポリモーグですね。YMO とかね、坂本龍一さんも使ってましたが、このポリモーグがこうこの形で蘇って、もう本当にねいい音しますね。このね、こうマスターのところで、もうレゾナンスを効かすか、フィルターを効かすかとか、ここのフィルターのところ、この ADSR でこの、で、時期にはないフェイザーとか、エコーとかリバーブとかアンサンブル、いい音しますね。今ねファクトリーのプリセットをちょっと料理した音なんですけど、ピアノ、いい感じですね。俺がここ面白いんだよ。モードフィルターっていうのがあって、ストリングス系のフィルターとか、ピアノとかオルガンとか、ハープシコード、フラリー、ハープ、ブラス、ボックス系、ハープシコード、ファンク、うん、いい音だ。クラビ、ビブラフォン、まあビブラフォンに聞こえないな。ブラス、まあ、という基本的な音色があって、その中でいろんな、プリセットが、まあ、いろいろエフェクターとか駆使して作られていると。うん、いい音ですね。とても良いですね。うん、ストリングスいってみましょうか。ストリングス。アンサンブルとか入れると、フェイザー入れると、うん、もう非常にキャラのいいね、立つ音になりますね。トロンストリングス、メロトロンみたいな。
これもいい音ですね。いいように、いろんな音色が入ってますけど、やっぱりね、このポリモーグならではの世界観を、このチェリーオーディオのポリモードで再現する。これはね、やっぱこう、新たな息吹を加えられるね。こういう音色でね。チェリーオーディオのポリモードでした。